レッツゴー。ジャングルみたいじゃないですかこれ。この葉っぱそこそこ大きそうですね。書き出してやるか。あ、なんか見えてきたよ、はい、こっちからでも。まこさんに怒られます。絶対おっちゃん取ってきてやるでなって言ったから。なんとかしないと。山はどこですか、いますか。どうも、嫁ちゃん TV トラです。どうも、今日もクワガタ採集来ちゃいました。あのですね、昨日クワプラさんに行ったんですよ。で、その時に常連の親子の方がいらっしゃって、深山捕まえに行ったんだけど取れなかったって言ってて、で、おじさん捕まえてこようかと言ったら、ぜひお願いしますっていう形だったんでね、今日はね、そのこのために深山クワガタ捕まえちゃうと思います。はい、今日はどうですかね。あ、今日もすいません、明治のビジさんと一緒に行くんですけど。ビジです、よろしくお願いします。どうです、今日の感じ。今日温度は低め、はい、低めですよね、はい、けど3日前に雨が降ってで、はい、翌日が結構、うんうんうん、天気が良かったんで、ガーッと温度上がりましたもんね、はい、出てきてるとは思います、うん、ペアで欲しいって言ってたんで。あ、なるほど。ワンペアはゲットできたらと思いますので頑張りましょう、はい、で最後それを渡すところでこの動画終わりたいなと思うので、はい、じゃあ行きましょうか。それではレッツゴー。ヨネちゃん TV。 我々は今道なき道を歩いております。今日攻めてますね。今日攻めとるね。新規開拓ですね、うん、これこの辺では良さそうだけどね。うん、タイミングですね、うん、タイミングさえ。サーライズがいっぱいだもんね。ですよね、これ見てくださいよ、この足元。こういうところから発生してるんですね、クワガタたちは。この木も良さそうだけど、ちょっと綺麗ね。ですね、うん、ちょっと深いですね、ここ。ちょっと戻ってきましょう、はい、すごい。ジャングルみたいじゃないですか、これ。この葉っぱ。おー、この樹液に。ねぶとちゃん、これは贅沢じゃないですか、これ。一人占めは。大ごっつおですね。いました、ノコです。いや、かぶれ。お、なかなかね、綺麗な。そこそこ大きそうですよね。60ぐらいかな。60蹴ったらこれ落ちてきますかね。はまってる感じですよね。はまってる感じだね。一旦蹴ってみます、うん、お願いします。あ、落ちるじゃん、ノコ、今の。おぉ、いっぱい落ちるじゃん。いっぱい落ちてきた。ここのコメスです。こっちにも落ちてきたよ。あ、そこにもいた。潜るぞ。あいつ潜りゅうだ。あいつ潜りゅうする。ピン。こっちも落ちてきたね、発見できず。で、さっき挟まっとったやつも落ちてるから。そうですよね。うん、4つぐらい落ちてきたけど。ノコばっかって感じですね。うん、ノコメス。あれ、でかいやつどこ行ったんだろう。どこ行ったんだろう。どこ行ったんだろう。はい。まあしょうがないね。ですね。うん。あ、ここは。ここは。ここにはいる。よし。ここにネブトですね、これが。ネブトが。あ、ここは、あ、出てきたの。ここは出てきました。出てきたんだよね、ここから。多分。あ、いるいる、まだいる。わかんないです。落ちてきたのか。うん、ここにいる。書き出してやろうか。50ミリあるかもしれないから。うん、シャキーン。シャキーン。書き出し棒。お、お、あ、でも怖い。なんか大きそうじゃない？大きそうっすね。うん。来るか、来るか。
トラクのその道具箱、道具入れ、なんていうんだろう、ポシェットっていうか、はい、いいよね、本当にそれめっちゃ便利っすよ、うん、やっぱり手がフリーになるのはね、肩掛けよりいいよね、肩掛けよりいい、わしもそういうやつにしようかな。たまにさ、はい、下の方に隙間があったりするけど、それはない、それはなさそうな、隙間一切ない、これ以上目的って言ったら、あ、うん、その、そうそうそう、そういう隙間とかさ、たまにやっていくと繋がっとったりするからさ、その、うん、めくれとか、色のところ、あ、なんか見えてきたよ、はい、こっちからでも、うまいうまいうまい、上手、あー、けど、そこまでか、取れました。どうなんですかね、測ってみます、測ってみましょう。あー、43ですね。43か、はい、全然遠いじゃん。全然遠いっすね。うん。鱗効果でしたね。鱗効果でした、ね。鱗効果でした。どうやろう。これでなんか木の、なんか、パラパラ落ちてくるじゃないですか。うん、あの、この前最終から帰って朝起きたら枕元にめちゃくちゃ土があった。マジで。マコさんに怒られました。うん、筋くわ。わかりますか？斧になってます。ああ、素晴らしい。筋くわの顎かっこいいっすね。ね。今日はいろんな種類っすね。ね。バラエティパックですね。バラエティパック。オリジナルグッズ、概要欄からゴーゴー。リギーさん、彼これ。結構歩いてますけど、あの、どうだ、2時間ぐらい大丈夫ですかね、これ。いやー、神の木がまだ2つあるんで、もうそこにかけるしかないです ね、 ですね。いやプレッシャーだわ。プレッシャーっすね、うん、で絶対取ってあげたいですね、うん、いやもうなんか喜ぶ顔が思い浮かぶんすよ、うん、今絶対おっちゃん取ってきてやるでなって言ったからなんとかしないと コクワですね。コクワ違うんだよ、ミヤマミヤマはどこですか、いますか。なんか自分の子供だと、うん、またこりゃいいねっていう話で済みますけど、ノコ、あ、違うな、ちっちゃいな、コクワ。それで済みますけど、なんか違うところのお子さんだと、もう使命感半端ないですよね。絶対に取ってあげなきゃってなります。コカブトですね。これはメスですか。メスですね。ですね。頭、あ、オスじゃないですか。結構へこんでますよ。あ、オスかも。確かにへこんでる。へこみは強いですよね。うん。結構あのげんこつ食らった感じですね。うん、オスオスっぽいですね、これ。オスっぽいね。あ、オス発見。さあ来たよ、髪の毛一つ目の。いない感じですか。いた。いました？ミヤマ。すげえ。ちっちゃい。あれ、あそこ見える？あー、いますね。けどちっちゃいよね。またもや。キリギリスが隣に。うん、そうそう、隣に。ちっちゃいよね、あれ。蹴ってみます？一回。じゃあ、下で見てみますね。はい。いきますよ、はい、もう一回、はい、ちゃうな。
あの宮は落ちてきてない。あの蹴りで落ちんのだ。落ちないですね。これちょっとこっちってわからなくなるとかね、見とってもらっていい？わかりました。下で。はい、待機。あ、落ちた。ん？メスだと。あ、メス。メスいます。メス確保。葉っぱ？これかな？これだ。あ、それ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 。うん。ちっちゃいでしょ？ちっちゃい。ちっちゃいけど。深山だけどどうする？これはちょっと。一旦キープ。一旦キープいいっすか？いいっすけど、もっとでかいやつ取ってあげたい。間違いないですね。うん。でかいの取るまでこれを、キープとしておきます。わたくわさん、久しぶりのわたくわさんタイムですが、これ何でしょうか。結構なんか紫色、なんか綺麗っすよねこれ。あー引っ張られて、あー連れてかれていく。いないっすね。いないっすね。完全になんかノコギリに取って代わられた感じですね。さっきも蹴ってノコが落ちてきて、それはそれで面白いんですけど、ミヤマをターゲットにしてきてるとここまでね激減しちゃうとね。ですよね、うん、やっぱりノコが出てくるとミヤマいなくなっちゃうんですか。結構そのなんていうんだろう、入れ替わりですか。入れ替わりみたいな傾向はあると思う。で5匹10匹ノコ見たら1匹みたいな、ミヤマがいるかいないかみたいな。なんでですか ね不思議だけど。不思議ですよね。でもなんか喧嘩ってはいはい、もうノコより、あ、ミヤマよりノコの方が強いらしいんだ。あ、そうなんですね。うん、だからそのなんて言うんだろう、あのカブト出てくるとクワガタが激減するみたいな、そういうのがあるのかもしれないけど、わかんないけど、まだ全然取れてないんだけど、一つあのミヤマのアドバイスしていい？お願いします。ミヤマって、はい、あのなんだろう、平田だったら、もう、まあ、神の木、はいはいはい、的な、その、決まったウロを探しに行けば、はい、でかいやつがおるとか、あるんですけど、深山って、でかいやつが、あの、とんでもない木とかについてるんですよ。その、なんていうか、予想外な。はいはいはい、はい。そういうとこもやっぱ面白いし、うん、で、裏側、木の裏側とか、まで、くまなく見た方がいいってことですか。そう、あの、樹液出てないじゃんって思っても、はい、裏側を見たりだとか、まあ、基本要するにくまなく探すことが、あれですよね、前の話からつながる感じですけど、そう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 、あの、細い枝のところでメスがかじって、そこにいる可能性ありますもんね。そうそう、例えば、競争力強いあの場所でも、あの、見逃してるっていうパターンが多いんですよ。その、日向だったら、はいはいはい、ああ、もう。激しいところだと、もう早いもん勝ちなんですよ。決まったウロで、うん。そう、でかいやつが入って、それを最初に取った人がもう勝ちなんだけど、深山って、あの、そういうのが見逃しちゃうっていうパターン結構多いんで。決まったところがないですか、ね、そうそうそう。けどなんか決まった木はありそうな気がしますけどね。やたら出てる深山の木とかあるんだけど、それもシーズンで変わったりもするし、だからなかなか、その深山のでかいやつ探すときのポイントとしては、結局はやっぱりいろいろくまなく探すっていうのがコツになるかな。そういうことですね。なんでだから面白いですよね。そうそう、だから面白い。うん、だから面白い。いきなり出てくるから。うん、そうそう、いきなり持って。平田だったらもうそのウロ確認していなかったらチーンですからね。その深山の面白さってそこはあると思う。うん、うん、え、こんなとこにこんなでかいやつだみたいな。はいはいはい、はい、うん。しかし今日はいない。やばいっすね、うん。ちょっと、だいぶプレッシャーやばいんすけど。プレッシャー本当にやばいんだけど。でもさすがですね。あの、あ、そうだね。うん。神の木には、ちっちゃかったですけど、ワンペアいましたからね。こんな状況でも。うん。だいたいこんな感じなんですか、深山って。いや、だいたいそんな感じ。ピタって止まるんですか。あの、1、2週間で、はい。暑い。日が終わってしまう。先週はあんなにいたのに、そう、もうちっちゃいの見逃してたのに、約束した週を間違えた。一週。あのちっちゃい深山一匹確保しといてよかったってなるのかな。いやー、でもなんかもうちょい
もうちょい大きいやつ。いいサイズ欲しいっすよね。ミヤマいた。いました。うん。それより大きいやつ。これですか。うん。それより大きいでしょ。大きいっすね。うん、よかった。ですね。でももうちょっと大きいやつ取りたい。ですね。それでもちっちゃい。あ、落ちてきた。うん。さっきのやつどうなんだろう、そんなに大きさ変わんないか。よし、こうやってどんどんサイズを大きくしていくパターン。いやーけど60ぐらいは欲しいな。ね、トラベンこれ蹴ってみて。今のところこんだけ。かれこれ何時間何時間さまよいましたか。これ5時間ぐらいですか。だよね。5時間ぐらい歩いてちびみやま。ちびみやまでも。で、残すは、神の木。信じるしかないですね、もう。うん、信じる。もう救われる。今年開拓した、我々が開拓した神の木を、信じるしかない。取ってはいるけど、サイズがね。ですね。ちょっと60ぐらいは欲しいですね。うん。ここでの、今までの戦果を考えたら。うん、ね。来ましたよ。髪の毛来ましたよ。あ、いません。どこ？あ、ここ。あ、いた。深山。深山っすね。深山だよね。やっぱりここだ。で、サイズは？あれどんな感じ？まあどうすかね。とりあえず取ったやつよりは。って感じか。やっぱりクライマックスはここや。いたいたいた、大きいの。やった。60ぐらいのやつや。これよかった。なんでこの神の木はやっぱりすごいですね。もう、うん、見ただけで3匹ついてますもんね。ね、うん、あそこにもいるし。めっちゃ落ちてきた。めっちゃ落ちてきた。あ、メスも落ちてきた。メス、オスメス、うん、やったよ。ここにもいるよ、メスが。どうする。全部落ちるやば。マジっすか。うん、もう一番大きいやつを。やっぱりここだった。よかった。うん、よろしい。いや、苦節5時間。それオスに1人よね。え、オスとメスが2匹です。爆散セット。ここにもなんかちっちゃい鳥。え、どこ？これですか？トラクナシ、トラクナシ。あ、本当だ。で、もう一匹おるはず。ちょっと待って、暴れないで。もう一匹おると思うんだけど、落ちた。マジですか？うん、どこだ。ちょっと逃げちゃ、逃げちゃダメだ。違う、違うアニメになってしまった。いたいたいた。ここにいる。ここにもいる。よく見えますね。ちっちゃ、これちっちゃ。え、もう一匹ほら入ってます。え、そこそこ大きいのがまたもう一匹出てきましたよ。あ、それそれそれ、うん、で、OK だよね。うん、OK ですね、うん、いや、これだけで何匹ついてました、これ。 1,2,3,4,5,6,7 やば、うん、こいつあれだ、不設が欠けてますね。どっちが、あ、施設かけてない方がいいですね。だね、うん、施設かけてない。うん、よし、やったよ。しょうがない、それで。うん、うん、クワプラ持ってくからね。待ってて、よかった。ミヤマシャワーだったけど。ですよね、うん、これ一番のミヤマシャワーじゃないですか。トボトボトって押してきましたもんね。いやー、よかった。持ってくよ。やったね。これしょうないね、ちょっと不設かけちゃってるもんで、ね、こっちの方がサイズ大きかったかもしれないんだけどですね。うん、あごが不設かけとんのはな、プレゼントとしてあんまりって感じなんで。いや、かっこいいよ、めちゃくちゃかっこいい。いや、やばいっすね、髪の木。うん、髪の木はやばかった、やっぱり。ヨネちゃん TV。はい、
今日の飯テロは岐阜タンメンです。でね、ちょっとまだまん延防止です。そうですね、まん延防止ですね、の感じで、あのお持ち帰りしかできなくて、駐車場で食べることになりました。お店の人は駐車場で食べてほしいって言ってたもんね。うん、そうそうそう、うん。なんでね、ちょっとこれを食べて、クワプラさんに行って、届ける映像を見ていただければと思います。ではどうぞ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。